縮ませたまでは良かったんだけどな。バンパーを変更したことで、今回からダッシュ系モーターで走行させてみたところ、ローハイトタイヤを小径ホイールに合わせて縮めたところ、同時にタイヤが硬くなることでマシンの跳ね上がりも抑えられるんですが、タイヤのグリップがない分スタートがうまく切れません。一方でノーマルタイヤに切り替えたところ、加速力に優れますがマシンのトップスピードも上がってしまい、安定した走行ができません。なのでタイヤに関してはコースレイアウトに合わせてセッティング変更をしていくしかないんですが、今回では走りのベースとなるセッティングをもう一度見直していきたいと思います。セッティングを見直す上でやっぱタイヤになるかな。今回用意したタイヤはこちら、スーパー X、ダブル X、カーボン小径ホイール&バレルタイヤになります。これがまた X シャーシ用とあって、果たして VS シャーシに取り付けられるのか。はい、一見タイヤがついたように見えますが、X シャーシ用のホイールを他のシャーシに取り付けると、シャーシとホイールの隙間がなくなり、タイヤが回転しません。もちろん、そうならないように、もう一つパーツ買ってきてあります。AO パーツ2段アルミローラー用5ミリパイプというもので、通常ですと2段ローラーに使う部品となるんですが、これをホイールと軸受けに挟むことでタイヤが回転するようになります。軸受けにフッ素コートベアリングを使っている場合、反対向きに取り付けることでパイプが軸受けのくぼみに入り込み、ホイールトレッドをいくらか狭めることができます。やはりハードタイヤだとマシンが跳ねにくいのと、小径バレルタイヤだと接地面が少ない中でもタイヤ幅がありますので安定した走行ができるでしょう。あと修正していきたいところとして、裏面のビス、一応3ミリブレーキを貼ることでビスの頭でコースを傷つけることはないと思いますが、ブレーキセッティングが少しやりづらいところもありますので、ステンレスサラビスセットをリューターを使いながら取り付けていきます。サラビスは一応上級者用パーツですので、
お子さんのマシンに取り付ける場合には必ず大人の方も見てあげるようにしましょう。ではマシンからプレートを外して座繰り加工をしていきます。はい、このように加工ができましたら、またマシンに取り付けてあげて、これで裏面のサラビス加工完了です。最後に可変ダウンスラストローラーですが、ダウンスラストすぎるので角度のついたバンパーをペンチで矯正していきます。ペンチの跡がつくと嫌なので、タミヤテープで保護します。加工前に対していくらか平らにしましたら、矯正したバンパーの裏面とシャーシ取り付け部分に座繰り加工をしてあげて、シャーシに取り付けます。サラビスで取り付けることによって、バンパーが稼働した際もビスの頭が接触することはないでしょう。肝心のバンパーですが、少し曲げすぎたかな。この辺に関してはまた走らせて調子を見ていきましょう。はい、これでマシンの修正が完了しました。